れ出す気持ちが抑えられなくなって、感情の最大化をしなければ受け止められないぐらいにそわそわしていた。静かにしておけば多少はマシになるのに、承認欲求だけは人一倍あるから目も当てられなかった。純粋に気持ちが悪いと思う。こんな大人になるはずではなかった。でもそうは言ってられなくて、爆発した頭の中に巡るもの、それは変な形をしていたり、ドロドロしていたり、眩しく光っていたりしていて、面白くて、自分だけの世界としてオイルにはあまりにも開けていたものだったから、どうにかして形にしたかった。時間の猶予はあまりなくて、自分はふとやめてしまうことを繰り返してきたものだったから、この情熱が続くうちは走らなければならなかった。それは使命感とかそういった立派なものではなく、立ち直ったことをアピールしたいだけだった。まるで動機のような行動だったと思う。作家の高志敏子が2001年に発表した作品ブレスド祝福にインスピレーションを得ている。好きな言葉がある。ある時ぼんやり遠くの風景を眺めていて、一つの情景にまるで映画みたいだとつぶやいていた。あれおかしいな、映画が先に現れるなんて、現実がそこにあるのに映画みたいだなんて。無名の風景に名前をつけていく行為が私は好きだ。あまりの何気なさに目を向けることは、日常で経験していることを悠久な時間の流れに転換させるようで、そこに意識的であるのは自分が抱える救いのないナルシズムをぶつけるのに都合が良かった。そんな悲観的な言い回しはせずとも、誰かのスマートフォンに眠るどこかの風景が心を打つことがある。自分はそれらをめでる人間でありたいし、信頼している人の目や耳をまるで願い事をするようにこれからも信じていたい。偶然に重なる言葉と映像が奇跡的な動機を見せた時、私とあなたしか知らない魔法がかかる。あなたが見たものがまるで私が見たものであるように錯覚する時がある。その測りづらい距離感が好きだ。一人でいることも許されるようで、人付き合いの鬱陶しさもなくて、すごくちょうどいいんだ。
り締めた空気が頬を流れていく。ありきたりな人生つまらない。ありきたりな人生つまらない。ありきたりな人生つまらない。チュピチュピチャパチャパーテ、ハッピー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 、どっちやどっちや。Suicides have a
この映像には特に意味なんてなくて、言葉も散文的に重ねているだけ。その奇跡が生まれることを期待はせず、幽霊みたいに時間を重ねて大人として求められ、綺麗に取り繕うけど見せられない。それだけ。濁った水たまりを見ると少し安心する。しかしその安心感は長く続かない。これから先に待っている嫌なことたちの不安が再び重くのしかかる。僕はお前たちのために何もできない。それが仕方のないことだともうずっと前から諦めている。苦痛のない穴へさようなら。ゴリラのココが手話で言ったらしいそのセリフを3ヶ月ぶりに思い出す。この道があの道に続いていると知った。少しだけ嬉しい。しかしその喜びは長く続かない。読んだ本の登場人物より自分は強く生きられると思い込んでいた。いつまでも価値観を握られているような気持ちになることとさよならしようと思って、長いこと放置していた事柄に向き合った。肯定的ではなかったことは悲しかったけれど、勝手に生まれ変わった気になった。それでも寒い。3月7日病院へ行く。風が強く雨が降っている。さらわれて反転した傘をその場に捨ててしまおうかと思ったけど、よくないことだから一つ一つ歩きながら直す。やめてしまいたいけど進んでいる。家で一人大声で泣いて、時間が経てば人と笑う。眠気に引きずられる。春なんてなくて、今まで見ていた春という季節は幻で、冬だけがあるような気がする。それでも歩いていると木には花が咲いていることに気がつく。2月28日、緑の鳥を見た。暖かい日を思い出す。続いたり続かなかったり、受け入れたり拒絶したり、いろいろなものを得て、また訳のわからない季節が来るね。
優しい嵐みたいなざわつきを楽しめればいいなって。